精神的な病にもなってしまって常に向いています。香港に住むことはこんなに怖いことなんだっていうのが、香港はもう私にとって恐怖の場所。カナダのトロントにやってきました。ここは古くの歴史のある町なんですけれども、今は世界中から本当に大勢の人が移り住んでいる多種多様な町なんですね。今日私がここに来たのはある人に会いたかったからです。それは、カナダに事実上亡命をした香港の民主活動家周庭さん、アグネス・チョウさんです。アグネスさんは香港で民主的な選挙を求める抗議行動、いわゆる雨傘運動の中心的メンバーとして知られるようになりました。しかし2020年12月、違法な集会を扇動した罪で逮捕され、禁錮10ヶ月の有罪判決を受けました。2021年6月に釈放されたんですが、その後は公の場に姿を現すことがありませんでした。ところが去年12月、SNS で自らカナダに留学していること、もう香港に戻るつもりはないということを明らかにしました。これに対して香港の政府は一生逃亡者として追われることになると警告、警察は彼女を指名手配しています。香港人のアグネス長です。趣味はいっぱいあると思いますけど、日本のアニメやアイドル文化が大好きで、日本の文化から日本語を学びました。私たちがそういう人たちの中で中国寄りの人しか立候補ができない、ここでアグネスに会う予定なんですけどね、どちらから来るでしょうかね。お久しぶりです。すごい本当にごめんなさい。元気だった？元気です。よかったよかった。生きています。よかった。お久しぶりです、ね、え今日はテレ東のカバンを持ってきました。なんとナナナグッズを。結構使いましたのでちょっと汚くなっちゃいました。はい、はい。カナダの生活になりました？結構慣れてきました、うん、はい、うん、結構意外と早く慣れてきて。そうなんだ、うん、トロントに来てみたら本当にここ中国人多いよね。あ、そうです、多いです、ね、多分カナダは全体的に多いと思います。あ、まあそうだよね、バンクーバーもトロントも、うん、確かに、うん、香港料理は、うん、香港より美味しいというのもあって。そうだろう。そうです。だって香港自体美味しいじゃないですか。びっくりしました、私も、うん、多分80年代とか90年代の時にたくさんの香港人がトロントとかバンクーバーに引っ越したので。そうだそうだ、香港がイギリスから中国で返還される時に、うん、香港の未来を心配して大勢の人がこっちに移り住んだよね。そうです、たくさんの人移民してきたので、うんうん、ここの香港料理が結構うまいです。はい、いや意外や意外。そうです、でも香港から来てる人もこっちいっぱいいるから、うん、あ、アグネスさんここで有名人でしょ。いや全然。結構気づかれるんじゃないの？いや全然。え？あんまり出かけない。あ、出かけないか。そうかそうか。すっごいなんか、うん、インドア派というかオタクというか、うん、結構そうか、うちでなんだろう、何してんの、アニメを見たりゲームしたり。そういうことが多いですね、うん、大学の授業は今も出てるの？はい、今大学院通ってます。あ、大学院ね、うん、そうそう、いろいろ質問するけど、うん、答えにくい、あるいは答えられないことは言わなくていいから。はい、わ、はいはい、かりました。
聞きたいことはいっぱいあるもんだから、いろいろ、はいはいはい、ぶしつけに聞きますけど、うん、分かりました。無理に答えなくていいですから、はい。私がアグネスさんに聞いてみたいこと、一つはですね、事実上の亡命を決意したきっかけですね。それから香港警察はこれまでどんな動きをしてきたのか、これからの香港についてどのような期待をしているのかしていないのか、そしてこれからカナダでどんな活動をしようと思っているのか、そして自由の尊さについて今どう考えているのか、どんなメッセージをくれるのか、そんなことを聞いてみたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。亡命することになった、うん、その何かきっかけってありますか？過去の、3年間は、2020年の時に国家安全法で逮捕されて、それからパスポートも没収されて、ずっと没収されて、なかなか帰ってこないですし、あと香港の政治的な状況もますます厳しくなって、で去年2023年にその香港の国安警察にカナダに留学していきたいという申請を入れたんですけれども、まあその過程もすごくいろいろ難しくて、中国の申請に生かされたり、あと残業証も書かされたり、やっぱりこのまま香港にいると、もう一度、また収監されるかもしれないし、自由が、いつなんか帰ってくるんだろうっていうのもすごく不安だったので、結局、カナダに来て、帰らないことに、それを決めました、うん、それはカナダに留学する時から帰らないことを決めてたのか、カナダに来てしばらくしてから、あ、これは帰らない方がいいと思ったのか、どちらでした？そうですね、去年11月、カナダに来て、しばらくをして、決めましたね。本当に香港の政治的な状況を、考えて、あと自分の安全もそうだったし、やっぱり帰るとカナダに戻れるかどうかもわからないし、以前香港にもその海外に行った香港人が香港に帰って、また逮捕されたとか、もう、香港から出られないという人がすごく、多かったので、自分もそういう心配があって、結局、帰らないことにしました、うん、でも香港って生まれ育ったところでしょう、うん、知り合いも家族もいるし、なかなか辛い選択だったんじゃないですか？そうですね、そうですね、難しい選択だと思いますし、自分が、今でも自分は香港人だと思っているし、香港は自分の家だと思っていますが、過去の3年間、香港はもう私にとって恐怖の場所にしかないというのもあって、特に過去の3年間、やっぱり定期的に国安警察に会わなきゃいけないし、いろいろ聞かれましたし、自分の、精神的に、精神的の病にもなってしまって、本当に、辛い3年間だったので、今まずカナダで病気を治したいというのもあります。定期的に警察に呼ばれて、うん、どんなこと聞かれるの？それは、これからカナダに行っても警察と協力しませんかという話もあって、国安警察から
カナダに行ってもいいんですけど、一つの条件がありますって言われまして。警察があなたを指名手配したって発表したでしょ、うん、それ聞いた時どう思いました？香港警察のやり方がどん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 中国警察とのやり方がどんどん近づいている。今はせっかく自由な場所に来れて、信じていることをたくさんやりたい、たくさん言いたい。信じていることって何ですか？でもちょっとここいいよね、アイススケートで。そうですね、冬の活動といえば、うん、アイススケートですから、ね、はい、私もアイススケートの靴を買いました。あ、そうなんだ、うん、で、滑れるの？まだです。アイススケートできますか？そこそこできますけども。本当ですか？もうな長らくやってない。あ、じゃあ今度トロンドで。そうね、そう。こっちでは友達はもう何人もできた？うん、います、はいはい、普通に、うん、そうですね、生活しているというか、うん、今 YouTube も始めましたので。見ましたよ。おかえりなさいませ、大家好、我是周庭。はぁ、好久都冇試過用呢一句對白喺 YouTube 同大家見面啦。自從去年十月我公布自己已經離開香港，人在多倫多之後，都有很多朋友問我會不會考慮開翻 YouTube channel。刑務所生活を詳しくやってましたね。結構そういう自分で動画を撮るのも結構好きなので、うん、まあ、これが自分の仕事の一つになればいいなというふうに思っています。うんうん、釈放された後、うん、深圳に連れて行かれたでしょ、うん、あれどうして深圳に連れてったの？向こうはあの時多分去年の7月ぐらいだと思いますけど、うん、警察署に行って、で国安警察からカナダに行ってもいいんですけど、一つの条件がありますって言われまして、それは、私たちと中国大陸に行くことですと言われて、もうあの時はもう本当に恐怖しかなかったんです。なぜかというのなら、うん、中国大陸に行くと何が起こるかわからないし、本当に何があれば誰も助けてこないし、その時警察に聞いたんですよ、私の弁護士に言ってもいいですか、この話について。で国安警察に言っちゃダメって言われて、弁護士に言うなと。もう香港政府は常に香港は法治社会なんだとか、うん、香港には法の支配があるなんだというよく言いましたけれども、それは明らかに法の支配の社会のやり方ではないと思います。だから弁護士にも、言ってなくて、警察と中国大陸に行きました。もう怖かったです。そこで何を見せられたの？それは、幸い、中国の官僚と、合わせたりそういうのはなかったんですけれども、中国の改革開放の、うん、なんか展覧会に、うん、生かされて。それは中国がこんなに発展してきたよってことを見せようとしたのかしら。多分そうですけれども、
中国政権は常に、香港の若者が民主化運動に参加した理由は中国の発展、経済的な発展が知らないですからという誤解がよくあって、実はそういうこと全くなくて、別に中国の経済的な発展というのもがなんかどんどん強くなっているというのも私も分かっているんですけれども、それと全く関係なく、政治体制の話ですから、やっぱり香港のその民主化運動の参加者の考え方全く分かっていないでしょうね、香港の人たちが本当に民主主義を求めるという気持ちが分からなくて、あ、中国は本当に経済が遅れてるから貧しいからそんなの嫌だって言ってるんだというふうに誤解してるわけね。多分そういう考え方もあると思います。だから私にそういう、あ、中国の経済発展はすごいよというのもいろいろ見せましたし、全く方向性が違うというか、あと懺悔をこう書かされたって、どんなこと書いたの？あ、懺悔書ですか。懺悔書、私は今までの参加に後悔していて、もうこれからもう参加しませんとか、あとこれからはもう、デモ思想や革命思想の友達とは連絡を取りませんというのを書かされました。あ、そう、うん、それも辛かったんじゃない？それは辛かったんですけど、やっぱり新鮮の方が怖かったです。はい、そうなんだ、カナダに来るまでの間、釈放された後どんな生活をしてました？なんかアルバイトかなんかしてたの？そうですね、過去の3年間は一人暮らし、していたから、フリーランスという形で、いろんな仕事にもいろんな仕事をしましたし、でもやっぱり私みたいな存在が仕事を探すのはすごく大変だったので、普通の会社は私みたいな人を雇ってくれないし、仕事を探すのは本当にすごい大変でした。で、結局どんな仕事をしてたの？これは、公表してないです。あ、そうな、分かりました、はい、じゃあ聞きません、それは、はい、で、今こちらにいるわけでしょ、こういうことを聞いていいかどうか分かんないんだけど、生活費はどうしてるの？今は、食事はどうしてます？外食、外に食べに行くのか、それとも家で作ってるのか。外食する時もあったんですけど、あと最近すごい美味しい居酒屋さんを見つかって。何が美味しいの、居酒屋で？焼酎。焼酎いやいや、料理もすごく美味しかったです。日本にこう期待することって何でしょう？自分が言いたいことを自由に言えることはすごく幸せなことだと思います。昔の私も知らなかったんですね。トロントは初めて。トロントは初めてです。バンクーバーには来たことあるけど。私一番びっくりしたのは、これも日本人の友達から教えたんですけど、バンクーバーの方が日本人にとって有名。あ、有名有名、そうそう。そう、聞いたことがあって、それは結構びっくりしました。あ、そう。トロントの方が人口が多いので。遊んだりするのはどこから遊ぶところってのはあるんですか？ここはワンダーランドというテーマパークなんですけど、あるんだ、ジェットコースターとか。写真載せてましたよね、1枚。そう、スヌーピーの女の子と一緒に、あそこはワンダーランドでした。
2回行きました。はい、そう、年パス買ってきちゃったので、うん、結構たくさん行きたいなと。年間パス。そう、年間パス。大学の授業は今も出てるの？はい、今大学院通ってます。あ、大学院ね。うん、何を研究、何を学んでんの？大学院。それは公表してないです。わかりました。はい、はい、ですよ。どこの大学に行ってるかも言わないんだよね。はい、はい、そうですね。はい、うん、でも香港に比べてここだとと自由な感じがする？もちろんここには香港の国安警察がいないから、あの逮捕される恐れもないし、自由に自分が言いたいことも言えますけど、もちろんいろいろ生活上には香港といろいろ違って、天気もそうだったし、あと交通とかいろいろ全然違いますから、それに慣れるのは結構時間かかりました。なるほどね。トロントのファーストチャイナタウン。そうですね、ここはチャイナタウンに近いですから、うん、でもあれですか、中国系の人多いのは怖かったりはしないのか、それともあんまり関係ないのか。まあ、怖い時もありますし、やっぱり中国は海外警察という存在もいますので、多分カナダだけではなく日本にもそうそうそう、そういう最近もそういうニュースがあったりしますので、それはもちろん心配ですね。なんか中国から監視されてるって感じがします？ここにいて。今はまだもちろん常に警戒していますけど、すごくまあ感じられたということはまだないですね、幸い、うん。逮捕されたでしょ、うん、で逮捕されてから出てきた時に、本当に何にも言わないでこの車に乗って行ったでしょ、うん、あれその時どんな気持ちだったの？ですね、その時はもう香港には国安法があって、メディアの質問に答えたらまた、法律違反となってしまう、まあ、恐れもありますので、とにかく逮捕されない、また逮捕されないようにもう何もしないという方法を取りますという道を取りましたね、うん。あのまあ、あの香港には帰らないと言ったカナダに亡命したいというに思っているということでいいんですか？亡命の申請はする予定はないです、うん、今は、学生ビザで、まあ、学生としてここに住んでいます、うんうん、でも学生のビザっていずれ切れるでしょ？そうです。そしたらどうします？まだ未定です。あ、そう。そうです、まあ、来年までなんですけれども、うん、今まだその亡命申請をする予定はないです、うん、あのアグネスさんが香港で活動してる時にね、アグネスさんのことをあの民主化の女神なんて四大メディアもありましたね、うん、ああいう呼ばれ方どう思いました？ もちろん私自分が女神だと思っていないんですけれども、もう結構なんか時間が経つと慣れてきました。もう単純に慣れてきました。最初はそう言われた時はどんな気持ちだったの？いや、もう本当に最初に言われた時は本当に10年前くらいのことだったので、うん、もうやっぱりなんかメディアの力が恐るべしというのすごい、うん、感じましたけれども、うん、もちろん、まあ、自分が女神だと1ミリも思っていないんですけど、慣れ
ってきました単純に慣れてきたってことは最初は嫌だなと思ったってこと？いえ、なんで？と思ったんですけど、もうそうですね、もうメディア怖いですねメディアの怖さっていうことで言うと、今、うん、フェイクニュースがすごいでしょう、うん、とんでもない嘘がいろんなこと出てたりしてますよね、うんうん、アグネスさんに関してそういうフェイクニュースっていうのはありましたか？たくさんありましたね、うん、例えばどんな風に？その中国側からのフェイクニュースだと思いますけど、なんか私がその日本のメディアによると、もちろんフェイクニュースだったんですけど、私がそのなんだろう、性的なその仕事をしたことがあるみたいな、うん、そういうのがあって、もう全然気にしてなかったんですけど、うん、そういうのが多くてですね、やっぱりフェイクニュース、偽情報も、政治的な、なんていうの、攻撃手段にも、うん、なったので、やっぱり皆さんにもそういう情報を見るときに、ちゃんと本当なのか偽物なのかってちゃんと確認してから拡散した方がいいと思いますね、うん、つまり あなたの この評判を落とそうとする、あなたの信頼を打ち砕こうとする、うんうん、そういうフェイクニュースがいっぱい出てきたってことね。そうですね、うん、まあ、常にありますから、もう全然気にしてないんですけど、うん、正直やっぱり特に SNS がこんなに流行っている、時代にそういうのが多いから、もう気をつけた方がいいと思います、うん、今のカナダでの生活を聞きますけど、うん、まあ、大学院で勉強やら研究する以外、うん、プライベートではどんな風に時間を過ごしてますか？そうですね、アニメを見たり